フルビアベルリーナフルビアクッペフルビアラリー 1.6HF フルビアスポルトザガートフルビアはイタリアの自動車メーカーランチアが1963年から76年まで製造・販売した小型乗用車である 1600HF モデルのラリーでの活躍で知られ1972年には WRC チャンピオンカーとなったフィアットの参加に入る前に設計された最後の 純粋なランチアであり、その伝統に恥じない高度なメカニズム、上質な工作水準、上品なスタイルを持っていた。当時の大衆者アッピアの後継者として企画され、設計は上級者のフラビア同様、当時のランチアの主任設計者で、戦前フィアットで、初代フィアット500をダンテジア交差と共同開発したアントニオフェッシア、であった。上級のアッピアとの共通点は、ほとんどなく、 フラビア同様の前輪駆動車だったが、エンジンはフラビアの水平対向式ではなく、1920年代の傑作者ラムダ以来伝統の強角 V4 レイアウトを DOHC 化して採用した。一方、意外にも後輪サスペンションはリーフスプリングによる固定式であった。フラビア同様、ダンロップ製四輪、ディスクブレーキを装備していた点は非常に進歩的であった。当初は、 ベルリーナと呼ばれた1九9 1 c c 5 9馬力の弁当箱のように真四角な4度アセダン型のみで登場したが、ランチアの伝統にのっとって2つのボディバリエーション、実車デザインのクーペとザガートによる前衛的なスポルトが追加される。ベルリーナ1963年登場、クーペ1965年に登場、ベルリーナより 15cm 短いホイールベースと、 1216cc、1231cc90 12馬力エンジンを搭載。スポルト1967年に登場。ザガートによる前衛的なアルミニウム製にシーターボーディ1967年のデビュー当初は 1216cc90 馬力高度なメカニズムと少ない生産規模に加えて上記の通りコスト、生産効率、部品供給は 二の次かと思われるほど、仕様変更やモデル追加を繰り返した、上級のフラビアとの互換性もほとんどないフルビアが、当時のランチアにとって儲かる車種であったとはとても考えられない。このためフィアットは1972年には、フィアット製エンジンを持つベータを投入、クーペよりも売れ行きが不振だったベルリーナをまず廃止、翌年には、ベータクーペを登場させ、 スポルトトクーペ 1600HF の生産を終了した。1973年、ラリーさレでも失踪する、フルビア HF フルビアでの国際ラリー参戦を遂げた、チェーザレ・フィオリを率いるセミワークスより、ランチアワークスとなった HF スクアドラ・コルセより、ラリー・モンテカルロや過酷なサファリ、ラックラリー等にも、精力的に参戦する。まず、60年代後半より、 hf1.3 を投入。チームにおける歴代ラリーストとして、オベ、アンダーソン、サンドロムナーリー、ハンヌミッコラ、ラウノアルトーネンラのドライブにより数多くのラリーラウンドを勝ち取り、ラリーにおけるランチアブランドを一気に押し上げた。クーペ 1.6hf を投入する1970年。この時、メインストリームは、スポーツカーが台頭するアルピーヌやガットさんが猛威を振るっており、 チームの新人であるムナーリがエース格へ育つにはそこから2年待つこととなる1972年。ムナーリがモンテカルロで初優勝を遂げ、ここからランチアが世界の頂点を目指すターニングポイントとなっていく。アルピーヌがボディの軽量化に加え1.8リッターにスープアップしてきていた翌年の WRC 元年。 もはや熾烈が極まってくると1974年シーズン後半からストラトスにスイッチすることになり最後までジロでイタリアやツールドフランスタルガフローリオ等のオンロードフィールドでも参戦させていた残ったクーペ 1.3S も1976年それに合わせストラトスのサポートとしてベータクーペ1300と交代させていくこととなるフルビアは年以降 当時の日本総代理店であった国際自動車商事を通じて各モデルが輸入された。台数的には数十台程度であったが、スポルトのオーナーには作家の安倍工房の名もあった。1970年をもって国際自動車商事はランチアの輸入から撤退し、1976年にロイヤルモータースによってベータクーペが輸入されるまで日本ではランチアの輸入は途絶えた。 2003年のフルビアプロトタイプ2003年の鳥居のショーにはフルビアと名付けられた往年のクーペをイメージさせる完成度の高いプロトタイプが展示され VWB イートルやミニのような現代版が登場するかと期待されたがその後市販会の動きはないようであるありがとうございます